筋力のやっぱ疲れの疲労の残り具合も違いますし、疲れにくい。シーズンを通して一番試合にも出れたり、ゴール数だったりも自分のキャリアハイを数年で更新してますし。こんにちは、モスキーです。今日はですね、なんとここ沖縄に来ておりますよ。これ音なしなんじゃない？音ある入ってるか。今日は来た目的がですね、なんと FC 琉球というプロのサッカーチームの武田選手に会いに来たんですよ。ね、武田選手ね、ホッティーの塩を使ってくださってるんですよ。まずいアミノとか、いろいろ使ってくれてて、めちゃめちゃ成績がね、良くなったってことで、ぜひお会いしたいってことで、わざわざホテルに来ていただいたんですよね。FC 琉球の武田選手です。はい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。十数年のキャリアですね。そうですね、今年で11年目のような。11年。すごいですね。最初は、なんと、地元のグランパスにいたんです。その後どこにいたんですか？京都さんが移籍して、はいはい、そこから、岩手県の岩手クルージャー盛岡に昨年まで行って、今年から沖縄の FC 琉球に所属することになりました。このね、3月から始まる、シーズンが始まるんですけど、岐阜とかにも来るらしいんで、もう絶対見に行くっていう感じですよね。はい、ただ、ともども行くと。はい。私も行くか。もう行くよね。何番？4番です。4番だね。野球で言ったら4番ってすごいね。あ、うん、4番バッターすごいって。でもサッカーじゃん。あ、まあね、まあ、そうなんだよね。でね、何がすごいかって、塩を使って10年以上ずっと選手生活で悩んでた足のつるのが本当にね、なくなったということなんですよね。はい。大学、いやもう高校以来ぐらいから足つるのにはずっと悩んでて、本当にいろいろ試しました。そのイベントもそうだし、なんかメンタル面もそうだし、足つるってどういう意味？足がね、キューってね、すりが痛くなる。なるよ。お前なあ、冬の時に行って、あ、つま先立った。それは変な動きだからでしょ。足のつるのがなくなるだけでもプロサッカー選手としてはやっぱ全然違うと思うんですね、はい、だって試合中に足つってる人結構いますもんね。結構いますね。もう試合の終盤、ね、一番きつい残り10分とかでやっぱり足つる選手はワールドカップでも多分結構いましたし、あるあったワールドカップの選手とかも使ってほしい。あれ両方でちょっと、あとなんか塩とってよかった効果とかなんかありますか？塩をこう食事とかお風呂に入れてこう摂取することで、次の日のやっぱ疲れの疲労の残り具合も違いますし、疲れにくい。周りの選手見てもみんな疲れたっていう時にやっぱり元気だなって実感する時もありますし、塩ってやっぱ疲れを取るっていうか疲れにくくするっていう効果は本当にあるんですよ、ね。はい、塩があると他のね、取ってるプロテインとか栄養成分とかご飯とかもやっぱ効きやすくなるから、はい、この疲れ取りやすいなと思うんですよね、はい、で疲れを取ることによって結果とかもやっぱり良くなってくるんですよね、はい、本当に塩を取り始めてから1年間コンスタントに怪我なく試合に出れるようになりましたし、シーズンを通して一番試合にも出れたり、ゴール数だったりも自分のキャリアハイをここ数年で更新してますし、なかなかゴール取れなかったんですけど、びっくりするぐらい取れてるので、疲労感っていうのがないので判断が良くなったりとか、ゴール本当に試合の終盤残り何分ってところでのゴールも結構あったので、みんなバテてる時に、みんなバテてる時にチャンスだと思って。なるほど。はい。やっぱりそんだけでもやっぱり人生結構変わってきてるかなって本当に思いますよね。ホッケー一応怪しい怪しいって巷で言われてるんですけど、どうやって出会ったんですか？妻もこう生理痛だったり、やっぱり体の不調じゃないですけど、元気がない時とかに。何かこういろいろ探してみて、インスタグラムだったりネットでホッティーさんの塩がすごい良さそうってなって試してみようと思って、試したら妻のそういう生理痛だったりいろんな不調、血が足りてなかったりとかいろいろそういうのも改善されましたし、自分自身も本当にこうプレーしながら変化を感じることができたので、そこからはもうずっと切らさないように常にストックというか頼んで毎試合遠征が持っていきますし、遠征とかも結構あるんで、塩を持ってったりして、はい、お風呂にね、はい、ユニットバスに入れて、はい、使ったりっていうふうにやらないといけないですよね。
いや本当ね、もう使ってくださるだけでも本当に感謝ですよね。本当に皆さんも運動してるお子さんとか高校生とかね、野球やったりサッカーやったりいろんなバレエやったりとかやってる人本当に多いと思うんですよ。だからそういう人には本当にね、基本として塩は絶対に必要なんです。いいプロテイン食べててもいいんで、何やっててもいいから土台の塩は本当に変えてもらって、詩選手みたいに本当に活躍できる人生を本当送ってほしいなと思いますね。ということで今日は FC 琉球の詩選手に来ていただいていろいろ話を聞きましたんでありがとうございました。それではまた FC 琉球応援していきたいと思いますんでよろしくお願いします、はい、それではまたありがとうございます。ケイタロファ入ってバイバイ。